アゼリア宇宙カプセル演奏人2021年現在、故障により稼働していない。2007年5月撮影 JR 川崎駅、東口川崎アゼリア入口2011年4月撮影川崎アゼリアは、神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地、2の JR 川崎駅東口地下にある地下街。1986年10月1日開業。 川崎駅東口再開発事業により、川崎駅東口バスターミナルと一体的に建設された。アゼリアは西洋ツ,ツジの英名で、ツツジが川崎市の市花であることに由来する。名称は工房により決定された。1981年12月に着工し1986年に完成した。JR 川崎駅東口駅前広場、 東口バスターミナルの地下に位置する。地下街面積は56,704平方メートルで、クリスタ長堀八ヤエス地下街に次いで、日本で3番目の規模を有する地下街である。地上に置き換えると、東西は京急線の高架から川崎ルフロンまで、南北は京急川崎駅の入り口から銀流街までと広い範囲に広がっている。JR 京急線の川崎駅及び川崎駅周辺の主要な商業施設を接続する形で位置するため平日、休日を問わず多くの人が訪れる。JR 川崎駅と京急川崎駅、川崎市役所方面、ラチッタデッタ方面を結ぶ地下道の役割を持つほか、上部に川崎駅、東口バスターミナルがあり、各バス停留所への通路も兼ねる。また、 地下2階には380台収容の川崎駅、東口公共駐車場を備える。その他、イベントスペースも設けられている。建設目的は、保車分離による交通安全、駐車場不足の緩和、周囲の商業施設と一体となった商業空間の建設による競争力の強化である。総事業費は約445億円。 川崎地下街の建設認可後に、静岡駅前地下街爆発事故があり、当時の建設省が今後地下街の建設を認可しない、姿勢を取ったため、日本最後の地下街となる予定だったが、後に防災基準を強化した上で、地下街建設の認可を再開した。床の大部分は、本物の大遺跡が利用されており、開業20周年を迎える2006年には、 床の大遺跡を磨き上げる作業が行われた。開業20年を迎えるまでに全面改装を予定していたが、2006年までの20周年事業では部分改装に止まった。その後、開業30周年を迎えるにあたり全面改装し、2016年3月16日にグランドオープンした。また2016年にはバリアフリーの一環としてエスカレーターの設置が進められた。 世界一短いエスカレーター、プチカレーター川崎アゼリア内には中央に三大と広場が位置し、東側、西側、南側に地下街が広がっている。名称には水、空に関連するものを関している。名称には自然に関連するものを関している。グルメウォークの名称はこの通りにレストランが多いため、2016年までの全面改装によって、 各エリアの名称が変更された。フロアガイドの色分けに名残が見られる。また改装後は通路に相性はなくアベニューとされている。2016年までに通りからロードに変更された。川崎アゼリア内三大都広場北端の川崎駅に接続する支店付近に大規模なオルゴール式カラクリ時計アゼリア宇宙カプセルがある。 1986年10月1日の川崎アゼリア開業と同時に中央広場の一番目立つ場所に設置された。川崎区の宝物シートには宝物ナンバー1から22として登録されている。名称は22世紀の街づくりも視野に入れたアゼリアが未来を想像する際に宇宙という象徴があっていると思い宇宙カプセルにしたという。宇宙カプセルに エネルギーが溜まって、カプセルが加工すると開き、中にあるベルと古敵体を模した人形によって、約9分間の演奏が行われる。最初に、ベルの自動演奏が行われ、その後に人形が上昇して、金管の演奏が行われ、オリジナルの更新曲が演奏される。ベルの演奏曲は季節によって変わり、春は、春の小川、夏は、我は、海の子、秋は9月頃に、 小さい秋見つけたと10月頃に、もみじ、冬は、クリスマスシーズンは、ホワイトクリスマス、12月末から1月7日は、1月1日、1月8日以降から3月頃までは、野原が演奏される。音楽の作曲は、増田豊。演奏中は指揮者となる人形は常時外に出ている。人形の衣装も季節によって変わり、例えば年末年始はは姿、3月から4月の、 春休みシーズンは、新入生の制服姿などを着用し、着せ替えはメンテナンスを委託している業者が担当する。かつて演奏終了後に、三大と広場付近で、指揮者となる人形の着ぐるみによる子供たちへの、ファンアピール活動を行っていた時期もあるが、2008年の時点ではすでにそうした活動は行われていない。2006年までの開業20周年事業に伴い、2005年、 後半からエスカレーター新設工事とともに工事が行われたため、3ヶ月ほど演出を中止していた。その後、川崎駅東口の再開発事業の一環として、季節エスカレーターの全面取り替え工事が始まり、2010年10月4日から11月20日まで、エスカレーター4台の内中央部2台のエスカレーターの取り替え工事が行われた。 さらに川崎やゼリヤ地下街への玄関口の上屋を取り替える工事も立て続けに行われた。そのため、2010年10月上旬から2011年3月上旬上、中旬にかけて、およそ半年間演出を中止していた。上屋改良工事終了を間近に控えた2011年3月11日に、東日本大震災が発生した。このため、 電力使用制限令に基づき同地下街の節電対策として10時から20時までの間の7回の演奏時間を5回に減らし16時と20時の演奏を見合わせ10時12時13時14.18時としたその後2014年4月からは10時から21時まで毎時の演奏となり震災前より演奏回数が増加した二千十九年に 宇宙カプセルの加工機能が故障し、エスカレーターに落下する危険性があったため、一時エスカレーターとからくりを停止し、修繕に伴いからくり部分はベルトで固定された。エスカレーターは復旧したものの、からくりは復旧の見通しが立っておらず再開は未定。ABC、鉄道ジャーナル第20巻第13号、鉄道ジャーナル社、1986年12月、 117ページ。ABCDEF 屋内即位普及発展に関する調査研究報告書。財団法人ニューメディア開発協会。ABCDEF 川崎アゼリア株式会社第62期決算広告。川崎市プロフィール市民の花。市民の木川崎市。川崎アゼリア16日グランドオープン。交通新聞。プチカレーター。川崎マーズ。 2020年9月18日閲覧。川崎産業ミュージアム展示物一覧現代の産業文化財ブチカレーター。川崎市川崎区。2020年9月18日閲覧。ありがとうございます。